皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Google マップ、Google マイビジネスについてお話をしたいと思います。実はですね、今日ですね、鳥取市の方、鳥取商工会議所さんの方ですね、Google マップのセミナーとですね、LINE アットのセミナーっていうのを行っていたんですけど、そのセミナー中に、偶然発見したものにかなり僕は興奮しましてですね、で、そのセミナー中であるにもかかわらず、その証拠のですね、スクリーンショットを撮ってですね、今日の、皆さんの動画のね、ネタにしてみたんですけど、僕が予測していた通りのことが実際に、今回分かりましたので、そのね、証拠の映像、写真をですね、皆さんと見ていきたいと思うんですけど、まず、こちらね、実際にちょっと検索してみましょうということで、僕の iPhone の画面を出してみましょう。はい、ではですね、ここのとこで、今ですね、位置情報が、兵庫県姫路市になっています。今、姫路市の方の、東横インの方から、生中継していますけど、ここで、まあ、例えばキーワード入れるわけですね。ここで、例えば、ラーメンとかっていうふうに入れます。そうすると検索結果が出てきまして、ここにね、ラーメン屋さんが出てくるわけです。で、このラーメンって検索して、ラーメン屋さんが出てくるのは、まあ、わかるんだけど、これ今ね、カテゴリー3つともラーメンっていうカテゴリーが出てくるね。これわかるんだけど、ここでラーメンじゃなくて、チャーハンってやったらどうなるんだっていう話で、チャーハン。はい。そうすると、この検索結果に、このようにチャーハンが出てくるんですね。で、この、ラーメン屋さんでチャーハンが売っているケースと、中華料理屋でチャーハンが売っているケースと、そして、定食屋さんでチャーハンが売っている店、もしくはチャーハンの専門店がこのようにヒットするのは、なんでなんだということなんですね。そのチャーハン専門店がヒットするならわかるんだけど、なぜラーメン屋さんにチャーハンが置いてあるのがわかるんだっていうことなんですけど、この答えの一番重要な要素っていうのは、口コミの中にチャーハンっていう言葉が書かれているっていうことが結構大事だってことはよく言われているんですよ。で、最も大事なのは、タイトル、このお店の名前にチャーハンって言葉が入ってるってことなんですけど、これは前にも動画で話したように余計なキーワードっていうのはね、入れないんでお店の名前だけにしてほしいんですね。していただきたいんですけど、今日紹介するのはこれではなくてですね、その、どこにある言葉をもとに、この検索結果に出してるかというとですね、ウェブサイトの情報を出してるっていうことが、実際に僕が予測していて、それを大事だよって話をね、過去の動画でしていますけど、それが証明できた検索結果がありますので、それをですね、今からお見せしたいと思うんですけど、ここ今ね、姫路市で僕が調べたときは鳥取市だったので、ちょっと鳥取市で調べることはできないんですが、このキーワードだったんですね。宿毛矯正というキーワードがあります。宿毛矯正。宿毛矯正。そして、この後ろに、鳥取。ちょっとこれでも若干ちょっと場所がずれるんですけど、まあまあ、宿毛矯正鳥取でちょっと検索してますね。で、この検索結果をちょっと見ていただきたいんですが、これ地図出ますよね。この地図のとこに、ウェブサイトでの記載、宿毛矯正、このクローバーズさんっていうお店が、ウェブサイトでの記載っていうのが書かれてる。わかりますかね。クローバーズさんの、口コミのその下に、美容院、鳥取県鳥取市の下です。ウェブサイトでの記載、宿毛矯正って宿毛矯正が、黒い太文字になって表示されています。では、本当なのかということで、このサイトの、この右にあります、ウェブサイトっていうところに行ってみましょう。例えば、このサイトの場合、この Google マイビジネスの場合は、実際こう見ていきますと、オーナーにもなっていないですね。オーナーにもなってないし、そして、口コミっていうところを見ていきますと、口コミも2件しかないんだけど、ここにも宿毛矯正って言葉は書かれていない。にもかかわらず、検索にヒットしているのは、ウェブサイトにあるんじゃないか、ということですね。では、ウェブサイト見てますよ。はい、今から開きますね。はい、出ました。はい、見ていきますよ。
ホームページが完成しました。すごいですね。2010年3月この中で、去年作ったんですね。ここの中に見ていくと、今まだ宿毛矯正っていう言葉は出てきていないですよね。ここにもまだ出てきてないですよ。ここにもまだ出てきてないですよ。で、ここにコメントが出てきてるんだけど、ここにも出てきてないですよ。で、ここです。店舗情報のとこのですね。トータルヘアスペースクローバーズ鳥取、括弧宿毛矯正専門店、クセストパー、括弧 R、丸。ここに宿毛矯正っていう言葉が入っています。ここに書いているものを Google が、ウェブサイトが Google マイビジネスをリンクしていることによって、このキーワードを拾って検索結果に出したんじゃないかと思われます。で、これは、このページは、このホームページオープンっていうページになってるんですけど、これトップページではなくて、トップページね。これがトップページなんですよ。これがトップページなんだけど、このページには宿毛矯正っていう言葉が入ってるかというふうに見ていきますと、これ入ってるじゃないですか。だけど、おそらく僕の予測ではですね、ここの Google マイビジネスからリンクさせているのは、トップではなくて、このページにしてるんですよ。このページね。で、このページに宿毛矯正っていう言葉が書かれているので、ヒットしてるんじゃないかと思われます。で、これがね、すごい重要なんですよ。では、ちょっと他のキーワードでやってますね。これ今ここ姫路なので、姫路でやってみましょう。これ外して。はい。宿毛矯正で検索しました。そうすると、姫路の地図が出てくるわけなんですが、ここのとこにはですね、今、出てきてませんよね。出てきてませんよね。で、これ、出てきてないじゃないですか。じゃあ、ここでですね、他のキーワードでも出るのか。ということで、ちょっとやってみたいと思います。こんなキーワードがあります。ラクレットチーズ。はい、検索結果見ますよ。これも出てないですよね。これですね、さっきやった時に出たのに、今やったら出ないって、もう生中継ならではのちょっと苦しみですけど、ちょっといろんなキーワードやってますが、これね、僕すごい探したんですよ。で、これも出てないですね。じゃあもう見せます。答え見せますね。こちらをご覧ください。はい、ここにありますようにですね、これ、さっき、これ一番左側のは、僕が実際にですね、そのセミナー中に撮った時のスクリーンショットです。で、これトップページに記載ありじゃなくて、リンク先ね、Google マイビジネス、Google マイビジネスからのリンク先が、一番見てるんじゃないかなと思いますので、まあ普通みんなね、トップページを指定しますけど、マイビジネスのリンク先ね、ちょっと遅いですね。のリンク先。ちょっと後で書きますね。で、今度は真ん中の例。これさっきやった時は出たんだけど、今もう閉店したから出なくなったのかもしれないんですが、ラクレットチーズっていうふうに検索すると、ここにウェブサイトでの記載ということで、ラクレットチーズっていうのが出てました。で、実際にホームページ見に行くと、ラクレットチーズのことについて確かにウェブサイトに書かれていた。なのでヒットしている。で、3番目の例は、多肉植物って検索したら、さっきは出たんですよ。でね、この、ね、出る例をちょっと生中継でね、1個ぐらいなんか見つけないと、なんか皆さん、ちょっと信用してもらえないかもしれないので、ちょっと僕もですね、意地になって、何か出るものをね、今見つけなきゃいけないなと思ってるんですけど、何が出るのかな？ちょっといろいろやってますね。で、この実際に出てる例で、本当かどうかっていうものをですね、お見せしたいと思うんですけど、何がいいかな？いろいろやってますよ。で、この、いかにね、ウェブサイトが大事かってことをちょっと分かっていただきたいんですけど、ちょっと出ないな、出ないな。何か1個ぐらい出てほしいんですけど、出ない。そこで、生中継だといろんなこと起きますね。
で、僕が言いたいことは、これ過去の動画でも話してるんですね。僕が言った通りのことが今回起きてるので、ちょっと話をしておきますと、まずは Google マイビジネスから、リンクしているページにキーワードを入れていくっていうこと。で、よくトップページにリンクを貼るんだけど、トップページにリンクを貼るんだったら、トップページにそのキーワード、自分がヒットさせたいキーワード、しかもそれが地図として表示されている、来店に促されるようなキーワードをトップページに入れておく必要がある。で、それをさらに読みやすくするためには、Google のロボットに読んでもらうようにするためには、キーワードが割と整備された形で、分かった方がいいと僕は思うんです。なので、専用ウェブサイト、その Google マイビジネスで、自動的に無料で作れるものは、シンプルなページしか作れないので、ここを、僕はリンク集にしなさいと前、動画で撮って言っています。つまり、自分の店は宿毛矯正もできるし、例えば美容室だったら着付けもできるし、白髪染めもできるし、なんとかもできるし、なんとかもできるしって、詳しくはこちら見てね、詳しくはこちら見てねという、その URL と、キーワード中心のページにしておくと、Google 側はそのウェブサイトのリンク先に行った時に読みやすくなる。しかも、Google が、自分たちが作った、ウェブサイトという、無料のウェブサイトのサービスを使ってるってことも多分僕は考慮してると思うので、そういう、検索にヒットしたいキーワードのリンク集にしなさいと。いうふうに僕は言ったと思うんですけど、ぜひね、そのような形でやっていただきたいなと思います。で、今回実際にウェブサイトを読んでいるということが今回分かりましたので、つまりこれは以前から出ていたのか、今日から出るようになったのかちょっと分かりませんけど、これは一つのね、メッセージだと僕は思うんですね。どういうことかっていうと、つまりウェブサイトの記載を表示しているということをこのように明記したということは、ウェブサイトがある会社とない会社だったら、ある会社の方が有利になるということです。当たり前だけど、口コミとか、そこの Google マイビジネスに書かれている情報だけではなくて、ウェブサイトの情報を読みに行くわけだから、その方がキーワードの数いっぱいありますからね。その方が有利になるから、ウェブサイトを持たなきゃいけなくなる。そうすると、無料でもいいから、Google マイビジネスのウェブサイトを使わなきゃいけなくなる。というふうに誘導をしている。この先は過去の動画でも話してますように、なぜこのね、Google マイビジネスが今注目されているかっていう答えにもなりますけど、このような流れがあるわけです。ぜひね、Google マイビジネスのウェブサイトってものを、キーワード、中心の、リンク集の形にしていただくと、ヒットしやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。で、これはちょっと実験的に今出しているのかどうかわかりませんけど、このような記載を今日からですね、僕がいろんなキーワードを検索している中で見つけました。今ちょっと生中継中心は皆さんに生でお見せすることができなかったんですけど、このようなものが出てきていますので、ぜひですね、対策を立てていただければと思います。で、また何かそれで、こういうようなキーワードやって出たよみたいなことがあれば、ぜひね、フィードバックしていただけると僕としても非常にありがたいなと思っています。このような形で、僕は今 Google マップの MEO 対策ですね、ということで教材を販売していますが、この辺のこともバッチリ、もっと詳しく書いた、ノウハウの教材を、今5000円で販売してますので、ぜひですね、買ってください。僕は、Google が考えていることを先回りして、先にも、予言でですね、こういうことが可能性があるからということまで書いてます。なぜ予言することが大事かっていうと、結果だけ追ってたんでは常に後手後手になるからです。だから先に、こういうことを Google が考えるはずだから、先に手をつけておいたらですね、他がライバルが追随してくる前に先にできるわけですね。ぜひ、その辺のこともですね、僕の教材を勉強していただくと、わかると思いますので、ぜひ買っていただければなと思います。はい、今日はね、ちょっと皆さんに生中継中にはうまくお見せできなかったんですけど、スクリーンショットね、3つ、事例として挙げましたが、Google マイビジネスが、ウェブサイトでの記載、ウェブサイトに書かれているキーワードを実際に読んでるっていうのを、Google の検索結果に表示することを始めたっぽいので、逆に言えば、ウェブサイトがすごく重要だっていうことになりますね。ではそれをもっと読みやすくするように、ウェブサイトを作らなきゃいけない。だったら Google マイビジネスのウェブサイトを使ったらいいんじゃないか。ということで、頑張ってみましょう。インスパイアでした。ありがとうございました。バイバイ。